皆さんこんにちはダニータームブルーステージでございますはい、本日ですねダニータームブルーステージには国用の山口様にお越しいただいております山口様本日どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますでは私の方から早速ではあるんですけども本日の事務連絡2つだけさせていただきますまず1点目学生の皆さんぜひですね忘れないうちにあのチェックインの方をよろしくお願いいたします おそらくですね、学生さんの画面のここの下の部分か、あとは横の部分にですね、あのチェックインの URL が今流れているかと思いますので、ぜひ皆さん忘れないうちにチェックインをよろしくお願いいたします。チェックインですね、ご登録をいただくと、あの後ほど国境様からですね、特別なご案内が来るかもしれませんので、ぜひ忘れないうちによろしくお願いいたします。<laughs> はい、で、2点目目です。2点目はと本日の流れを改めてご説明させていただきます。大きくですね、2つのパートをご用意しています。1つ目、えっと、企業紹介パートでございます。この後すぐにですね、山口様にあのボールを パスさせていただくんですけども、山口さんの方からあの資料を使いながら企業紹介としていただくので、ぜひ皆さんですね、あの気になる点灯があればメモをいただければというふうに思っております。で、最後2点目、こちら学生の皆さんが主役でございます。学生の皆さんからいただいた質問を私の方で取り上げてですね、山口様にお答えをいただきます。でいつもですねたくさんの学生さんにご質問をいただいて、あの最後の方になると取り上げきれない可能性が結構あるので、ぜひ皆さん、早い者勝ちなので、お早めに今のうちにご質問をよろしくお願いいたします。それではですね、 早速山口さんの方にあのあののパスさせていただいて企業紹介と自己紹介の方に移っていただければと思います山口さんどうぞよろしくお願いいたしますはいありがとうございますでは画面投影させていただいてそちら見ながら、えー、お話ししていきたいと思います皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします ではですね、ここから15分ぐらい、国用についてお話しさせていただきたいなと思うのですが、えっと、私、新卒採用しております山口と申します。入社3年目になりまして、あの、初期配属から人事部採用チームで、こうやって皆さんの前でお話しさせていただいているんですけども、あの、そうですね、国用のことであったりとか、まあ、日々のことであったりとか、様々な質問について、えー、お答えしていきたいなと思っておりますので、ここからの説明含めてですね、今日短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。 はい。では、えー、国用についてお話ししていきたいなと思っているんですけども、皆さん国用のイメージってどんなイメージをお持ちですかねなんかこんなの国用といえばあるな、みたいなところが、もし、えー、あればね、チャットとかでも送ってもらえたら嬉しいなと思ってるんですけども、きっと、あの、皆さんそれぞれいろいろ、こう、国用ってあれだよなっていうイメージ持ってくださってると思います。で、私も、あの、就活生の時には、 キャンパスノートの会社っていうようなイメージで、えー、説明会聞きに行ったなっていうのが今でも覚えています。ただですね、今こうやって自分が国用社員になって国用について皆さんに説明させていただくっていう機会をもらったときに、えー、質問で国用って文具メーカーですかというふうに聞かれたときにはですね、残念ながらそうではありませんというふうにお答えさせていただいております。 もちろん文房具、皆さんが知ってくださっている文房具をですね、あの製造販売はしているんですけども、あ、チャットの方ありがとうございます。ノート、キャンパスノート使ってます。ノートが強いイメージありますって書いてくださってますね。ありがとうございます。そうですね。やっぱそういったイメージ強いと思うのですが、単に文具メーカーとして文具を、えー、そのまま 届けているっていうだけではなくてですね、そのものであったりとかを通じてですね、私たちが届けたい価値っていったものが、えー、あります。それがスライドの下産業になります。私たち国用はですね、顧客の創造性を刺激し続けて、世の中の個性を輝かせるといった価値を提供していきたいと思っております。 それを体現する言葉として、企業理念を昨年2月に115年ぐらい使ってきたものをですね、新たに刷新して、B ユニークという言葉を使わせてもらっています。はい、なので、単にこのものをこうただお届けしているではなくて、それらを通じてですね、下産業、顧客の創造性を刺激し続けて、世の中の個性を輝かせるといった価値を、私たち国は提供していっている、そんな会社だと思ってください。 そして、その中ですね、国用はですね、働く、学ぶ、暮らすにおける体験デザインというのを行っていきながら、ものだけではなくて、ことへ提供発意を広げていくことで、今後のですね、ワクワクする未来のワークとライフを予告していく、そんな企業になっていきたいと思っております。 今年の5月に新たにパーパスっていった形で、この下2行を定めさせていただいた中で、私たち国用としては、そんな未来を予告していきたいです。ただちょっとですね、ここまでお話しして、すごい抽象的だなっていうふうに思れている方もいると思うので、2つほど事例も通じて、私たちのこの提供価値について、もう少しだけお伝えしていきます。 はい。では今ですね、箱が4つあるのですが、左上1つご紹介させてください。デザインセンタークレイと書いてあります。皆さんどうですかねあの、ちょっとイメージしてみてほしいんですけども、研究者の方とかデザイナーの方ってどんな風に働いているかみたいなところをちょっとイメージしていただきたいと思います。 でおそらくですね同じような職種の方でこう集まって黙々と作業されているそんなあのシーンをイメージされる方も、えー、多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー、特に研究者の方とかってじゃあそういった作業を通じて何を生み出しているかというと今までにない新しいものであっ 発見みたいなところをですね、こう見つけていくってなった時には、えー、自分たちと同じような考え方や知識を持っている人の意見もとっても大切なんですけども、自分とは違う価値観を持った人の意見や考えを知ることもとっても大切になっていきます。 なので、このデザインセンタークレイといったところはですね、社内の人だけではなく、外部の方も自由に行き来できるような、そんなスタジオとして私たち提案させていただきました。この写真に写っている家具はもちろんですが、空間自体の設計であったりとか、そういったふうに外部の人も来れるようにしてはどうかっていったところをソフトの面の提案も国用がさせていただいた、そんな事例になっております。 こんな風にですね。ただ、空間一つにとっても綺麗な。 みたいな感じで、えー、場所として提供するんではなくて、働くだけじゃなくて、ワークウェルネスっていったところに、えー、注目していたりとか、また地方創生につながる、えー、場所であったりとか、えー、カフェ兼ショップ兼オフィスになっている複合施設を、えー、東京の原宿に作っていたり、といったふうにですね、えー、一つバーというところだけでも様々なことを、えー、価値として考えながら提供させていただいているものになっております。 はいこのスライドだけを見ると、もしかしたら文具メーカーとは軍具メーカーカいう印象が強い企業説明とはねあの思えないかなというふうに思うのですが、そうなんです国予定、実はいろいろやっているんですね。 では、えー、そんな中で、えー、働く学ぶクラスで、えー、そんなシーンの中で人々の考える時間をより良くするために、私たち国洋がですね、価値考えるとき常に大切にしていることが一つあります。それが体験をデザインするということをとても大切にしています。ここも、えー、左上の事例を通じて皆さんに一つお伝えしていきたいと思うのですが、皆さん、小学生ぐらいのとき、勉強好きでしたか 苦手でしたかっていうところにちょっと質問したいなと思うんですけども、積極的に勉強を頑張るっていう方か、まあ、ちょっと勉強より遊びがいいなっていうような方の、ま二、あ、パターンぐらい分かれるかなと思ったときに、そのなかなか勉強を積極的にしない子供に対してですね、お父さんお母さんは勉強しなさいってこうガミガミ言うの、こう結構、こうなんですか、ね、嫌だなとか、もうちょっとこう、積極的にやってくれたらいいのになっていうふうにな思って悩んでる。 えお父さんお母さんすごく多くいます。はい、でそういったえ悩みに対してですね、私たち国用ができることとして、えー、まあ書きやすいノートとか、書きやすい鉛筆ペンみたいなところをまあ価値として提供するということももちろんできます。ただですね、えー、そういったところではなくて、もっと子供が前向きに仕事、あ勉強に取り組める そんなふうになる、えー、仕掛け、きっかけ作りをできないかっていったところで生み出されたものが、この宿題やる気ペンといったものになっております。これはですね、この左上の鉛筆の、えー、ところを見てもらうと、白い装置ついてると思うんですけども、この装置をつけた鉛筆で勉強を頑張るとですね、エネルギーがこうど,んどんどんどんチャージされていくんですね。 で、その溜まったエネルギーでスマホと連携させた部分のアプリを使うと、そのエネルギーがスマホのアプリの中のキャラクターの成長につながっていったりとか、サイコロを回してミニゲームができたり、みたいな風にですね、頑張れば頑張った分だけ楽しいことがある、その頑張りが可視化されるっていったところの、えー、宿題やる気ペンになっております。 なので、こういった商品、このツールを通じてですね、まあ、子供は積極的に勉強にも取り組みますし、お父さんお母さんとのコミュニケーションを取りながら、えー、ここう,うまくこの子供のやる気っていったところを生み出していける。そんなものを私たちこちら、えー、作らせていただきました。はい。なので、こんな風にですね、もの一つ、例えば文具一つにとってもですね、ただ使いやすい、えー 価格として安いみたいなところではなくて、その文具一つ持つことによって、自分の個性を表すにつながるような部分であったりとか、そんなところも意識しながら、私たちは常に活用、提供していっているっていうような企業になっております。 はいそして今、2つ事例をお伝えさせていただきましたがもっと、ね、いろいろある中で私たちはその領域としてはやはり働く、学ぶ、生活するすべての人々の創造性を高めるために価値、えー、創造していっているのですがその価値、創造するにあたって国用の中でですね2つの領域に分けて考えていっています。それが、えー、左側、青色の部分でいくと働くっていったところのワークスタイル領域を1つ、えー、考えています。 そして右側が学ぶクラスでライフスタイル領域と考えています。なのでこの2つの領域でできること、えー、作っていくことといったところを、えー、幅広く考えていくようにしています。はい、もう本当こう、具体的にキュッっていうふうに決めているというよりも幅広い、えー、価値といったところを作っていけるように、えー、大枠の領域といったところで捉えています。 ではですね、そんな領域の中でどんな授業が今の国用の中であるのかというと、こんな風に2つに分かれ、4つに分かれていて、2個ずつあるかなというふうに思っております。青色の部分がワークスタイル領域、オレンジ色がイライフスタイル領域といったところになっております。はい。で、この 領域の中に、まあ、事業がね、4つ書いてあるんですけども、その下の数字見てもらうと、これ何かと言いますと、実は国用の売上構成費になっております。はい、どうでしょうかこの売上構成費もちょっと意外な面見えたんじゃないですかね、えー。右から2番目のステーショナリー事業、皆さんさっきチャットでも送ってくれた文房具って言ったところに当たるんですけども、なんと23%です。 国用といえばのイメージとして強いのですが、売上構成比だけ見ると、ちょっと少なめ、こう全体で少なめなのかなっていったところですね。逆に左側、ファニチャー事業ですね。こちらは大体43%で、国用の売上約半数を占めています。 このファニチャー事業、先ほどの事例一つ目の方でお伝えした空間といったところに関わる事業になるのですが、もう少しだけ具体的にお話しさせていただくと、この事業ですね、一言で言うと、プロダクトと空間を通じて過ごし方をデザインしています。はい、なので、写真に写っている椅子や机みたいなところのオフィス家具の設計開発を行うオフィス家具メーカーとしての側面もあれば、 働き方や空間をデザインする一級建築士事務所としての側面もあり、この両側面で空間を、えー、過ごし方をデザインしていっています。さらにですね、その間、その両側面の間にですねもう一つ大切な行為が入ってきます、それが働き方のコンサルティングという行為になっています。 え先ほどのお客さんで、ね、えー、一社一社違う働き方っていったところに注目して、えー、じゃあどんなふうにしていくのが、そのお客様がえ希望するビジョンを達成できるのかであったりとか、困りごとを解決できるのかっていったところを考えていくえ部分が、このは真ん中の働き方のコンサルティングっていったところです。ここがですね、あの、もし事務系コースで、え、ー 泣いていただいて、その後、こんにちは。事業の営業として配属された時には、この真ん中の働き方のコンサルティングっていったところをしていただくような形になっております。はい。ちょっと難しそうだなと、働き方って全然知識も何もないよっていうふうに不安になる方もたまにいらっしゃるかなと思うのですが、全然事前に必要な、あのー、 資格とか知識とかはなくてですね、働きながら学んでいくっていったところを先輩たちもこれまでやってきていますので、はい、そこはあのご,ご安心いただいて大丈夫です。では、そんなパニーチャー事業なんですけども、まあ、先ほどの事例少しお伝えしましたが、もう少しだけお話しさせていただきたいと思っております。はい、で今から4つ、えー 6つですね、写真をお見せしていきたいと思うんですけども、えー、それぞれいろんなあの内容があるので、もし見てもら、楽しみながら見てもらえたらなというふうに思っております。はい。で、今。 お見せしている、えー、左側の写真はですね、まあ、働くっていったところで、日清さんの、えー、ガレージというオフィスを私たち、えー、作らせていただきました。今って世の中めちゃめちゃ変化激しい中でですね、まあ、その時代も人も変化激しい時にこに、オフィスが固定されているとですね、なかなかこう柔軟に、えー、働き方を変えていくことができません。なので、えー、そのオフィスっていったところの中身をですね、社員の方々が自ら自由度を持って 変化させられるそんな形として、えー、作らせていただいたのが、このガレージというオフィスになっております。で、右側はクラスといったところへのアプローチですね。先ほどもちらっとお見せした部分にはなりますが、えー、徳島県のあの四国のチベットと言われる、とっても素敵なところが素敵なところの服をプロジェクトとして、国こも、えー、やらせていただいた部分になっております。 さらにはですね、その働くとか学ぶ暮らすみたいなところの領域どんどん曖昧になっていく中で、それぞれ掛け合わせて、えー、考えていけるんじゃないかっていったところの事例をお伝えさせていただくと、このスタッフ、この2枚のところになりますね。やっぱりいろんな人との出会いであったりとか交流っていったところを生んでいくことで、えー、人々の学びを促進していくであったりとか、働く場所もですね、今、 作業、働く、えー、場面だけではなくて、まあ、食べるとか鍛えるとか整えるみたいなところを含めて、様々なあの行動が一つのその働く場にこう集約されていくっていうふうになったときに、働くかけるクラスっていったところも掛け合わせて考えて価値提供していっています。 さらにはですね、そういった空間を作るっていうだけではなくて、えー、これからの働き方や学び方っていったところを追求して、えー、研究した成果をですね、えー、皆さんにお伝えしていくことや、自分たちのオフィスをリニューアルして、えー、日々日々今後のオフィスのあり方はどうなのかっていったところをですね、えー、実験していく実験場を東京の品川に、えー、オープンしていたりします。 こんなふうにファニチャー事業一つにとってもさまざま幅広くやっているのですが今後の国與みたいなところでお話しさせていただくと国與はですね今後経営のモデル変えていきたいと思っております今の経営のスタイル左側の一本杉モデルといったような形で総合メーカーといった幹のもとできることがこう枝分かれしていっていたんですけども今後はそれぞれの事業も一本の木として植えていきさらには新規事業といったところもどん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  として植えていくことで多様な事業の集合体に生まれ変わっていきたいと思っておりますで、そういった事業の集合体に生まれ変わっていくことで、えー、国用は今後ですね単にメーカーとしての成長を目指すだけではなく物からことへ提供価値を広げていくそんな企業になっていきます はい。なので、もし国用の方ですね、えーあ、今話聞いてちょっと面白かったなっていうふうに思っていただけた方には、もう少し国用について具体的に体験いただける、そんなインターンシップを今年の12月に実施したいと思っております。QR を読み取っていただけると、インターンサイトに飛ぶのですが、このインターンシップですね、えー 実践がっと歌っているところなので、まあ、楽しいだけではなくて、皆さんが今後働くを考えたときに、じゃあこの働き方ってどうなのかなっていったところを含めた様々な情報を持ち帰っていただける、えー、そんな時間にしていきたいと思っておりますので、もし興味持っていただけた方は、ぜひエントリーいただけるととっても嬉しいなと思っております。 はい。といった形で、えー、ちょっと最後駆け足になってしまいましたが、皆さん、国用の話聞いてくださりありがとうございます。この後もですね、質問を通じて、皆さんに国用についてもっとお伝えしたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。山人様、ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。音書はこの文具メーカーではなくて体験デザインを提案する会社というふうなところで、はい、僕自身もお話を聞きながら、あのすごくワクワクさせていただいております。ここからはですね、学生さんから実際にいただいた質問をピックアップをして、山口さんにどんどんお答えをいただきたいというふうに思っておりますので、学生の皆さんもですね、おそらく皆さんが当初持っていた印象と結構違うことが山口さんの方からご説明いただいておったかと思うので、気になることあれば、どしどしですね、こちらの質問の方からいただければと思います。で早速ですね、たくさん あの質問をいただいておりますあの大学時代キャンパスなど使ってましたという風な学生さんであったりだとかすごく嬉しいメッセージも来ていてですね大学時代に国葉さんのペンケースを使っているとあのちょっとおしゃれだなという風に自分では思ってましたという風なのもあってありがとうございますではここからですねあの学生さんがあの主役ではございますのでどんどん質問の方を取り上げていきたいという風に思っております。はい でではですねまず1つ目、高崎さん、ご質問いただきまして、ありがとうございます。日本の文具は世界的に見ても、高水準、かつ留学などでも持っていくと喜ばれるので、人気も出ることらしいんですけども、実際に海外展開であったりとかって、力も入れていらっしゃるんでしょうかというふうなご質問もいただいておりますが、山口さん、こちら、いかがでしょうか。 ありがとうございます。海外展開なんですね。えっ、ー、と、これまでも、あの、やってきている部分はあるんですけども、今後はさらに力を入れていきたいと思っております。というのは、やっぱり文房具を使う場面でいくと、まあ、学ぶときであったりとか、っていったところが多くなってきたときに、あのー、今後、もっともっと国として発展していきたいっていうところの、発展途上国っていったところであったりとか、文房具必要っていったところに対して、もっともっと国用としての、えー、技術であったりとかは、えっ、ー、と、 提供していきたいなと思っているので、はい、今後はですね、まあ、アジアっていったところが多くなるのかなと思うのですが、さらに、えー、海外展開は展開は進めていきたいと思っております。ありがとうございます。どんどん行きたいと思います。はい、あ、これはですね山口さんご自身へのご質問をいただいてます。山口さんが大学時代にどんなあの業界を見ていて、最終的にどうしてこの国保医を選ばれたのかというようところもぜひ教えていただきたいというとことですか。いかがでしょうか。 ありがとうございます。そうですね。業界はいろいろ見てまして、あの、最終絞らなかったって言ったところなので、エントリーした先行を受けてたところでいくと、IT とか鉄道系であったりとか、それから広告とかも受けてましたし、メーカーも国有含めて受けてたなって言ったところで幅広く受けてたんですけれども、なんか最終決め、まあ、どの,あのエントリーした、えー、と企業さんも自分がやりたいことみたいなところの軸、 が、えっと、満たたせる部分になってたんですけども、まあ、最後国用に決めた理由としては、まあ、もちろんその何を成し遂げたいかの時の手段が、えー、私は空間でこうやりたいことをこうしていきたいなっていうふうに思ったんですけども、まあ、そうなった時に国用以外にもこうできる企業さんっていくつかあるんですがじゃあそれじゃない部分で国用を見た時に。 こう、幅広いことやってることがすごく個人的には魅力的だったんですね。ちょっと自分、飽き性なところがあるので、<laughs> こう同じことずっとやっていくって、こう、どんどんしんどくなっちゃったりするのかなと思ったときに、事業や職種が変わるだけで、転職した並みに国よって、こう、全然違うことを一つの会社の中でやっているんですね。なので、そういったところが、こう、自分の今後の、じゃあ、キャリアっていったところを考えたときに、どういうふうに進めていく、 のかどんなふうに可能性を広げていきそうかなといったところで国用最終的にいいなと思って、えー、内定先に決めたといった形になっております。 ありがとうございます。めちゃくちゃ、あの、わかりやすいアドバイスいただきまして、<laughs> ありがとうございます。学生の皆さん、ぜひご参考にいただければと思います。はい。それでは、どんどん行きたいと思います。そうですね。あ、ありがとうございます。と実際に働かれている,ている方は、どんな人が多いですかっていうふうなところをいただいていて、おそらくですね、学生さんも、もともとはこの文具っていうふうなとこのイメージが強い中で、どちらかというと空間デザインっていうふうなところに力を入れていらっしゃる中で、じゃあ、実際に働かれている人って、どういう人が多いのかっていうふうなところの、はい、質問をいただいていますが、こちら、いかがでしょうか ありがとうございます。そうですね。もう何千人って社員がいるので、本当にいろんな人がいるなぁと思うんですけども、まあ、最近って行くと、こんなことやってみたい、あんなことしたいんだっていう考えを持ってる方がすごく増えたんじゃないかなっていうふうに思っています。というのも国洋ってそういった考えもめっちゃ大歓迎って今しているところでして、その これから国用、今の事業だけじゃなくて、どんどん新しいこともやっていきますよって、さっきスライドでね、ご説明させていただいたんですけども、そういった新しいことをやっていくにあたっては、社員がその新しいことへ挑戦するであったりとか、こう、変化を楽しむみたいなところの姿勢がすごく大切になると思ってまして、で、そういったところをやっていくにあたっては、個人としても、こんなことやってみたいんだっていう考え方を、えっと、そうですね、持つような意識変化であったりとか、あ、持ってもいいんだとか、持ったことによって、国用の の中でこんなことできるんだって言ったところがどん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 こう知れ渡っていったとかみんなの意識として変わってきたんですねなので今の国業でいくとこんなことやってみたいあんなことしたいっていう意識を持つ人が多くて実際にそれを行動に移している人もかなりいるのかなと思っています 私もつい一と日いですかね、木曜日にですね、はい、自分があの昨年2年目の時からやりたいと思っていた社内イベントを今年もあの担当して、えーえー、社内の何百、2 0 0人ぐらいの方に来てもらって、あのオフィスの中で生バンドであの演奏してもらうみたいなイベントを、えー、<laughs> こう個人的にすごくやりたかったので、それを社長を含め、はいろんな人に参加してもらって楽しんでもらうみたいなところができたりしたので、まあ、仕事っていったところに関わらず、えー、とそういった 交流を生むみたいなところも含めてですね、幅広くやりたいをあの応援してくれる企業だからこそのその社員としての意識変化も多いのかなと思っております。ありがとうございます。なかなかそういったお話って他の企業さんから聞く機会はあんまり多くはないかなと思ってるんですけども、実際に山口様がなんかそれをやりたいと思った背景であったりだとか、それができる御社のこ社風みたいなところもぜひ教えていただきたいなと思いますが、いかがですか。 ありがとうございます。あの、きっかけはですね、昨年の2月、私が2、あ、私が2年目の時にですね、はい、社長とあの、社内で卓球をしていました <laughs> <laughs> <の>。フラッグですね。<laughs> そうなんです。卓球大会があったので、その、はい、卓球をしてた時に、あの、社長に、この、 先ほどご紹介した国用のオフィスザキャンパスっていったところで、まあ、多様性を受け入れるっていったところのオフィスになってるんですね。うん、なので国用社員だけではなくて近隣の住民さんやあの近隣ワーカーの方、近隣に限らず誰でもあの来ていただける場所になってるんですけども、まあ、そういった場所として開いているザキャンパス、うん、オフィスなのであれば、ハロウィンの時期って私仮装していってもいいのかなみたいな、<laughs> <laughs> ちょっと変な考え方をしてた時に、まあ、社長にこんなことをやりたいんだっていったところを持ちかけたら、まあ社長が がいいねっていう風に言ってくれて、社長自らあの他の役員の方に声かけて、その方々もイベントに参加するであったりとか、まあそのえー、と私が一言こう声かけたことによって、社内のいろんな人がこう動いてくれて、結果的に、まあ、楽しいだけではなくて、コロナによってこうテレワークが当たり前になった時のそれぞれのコミュニケーションが希薄化してしまったところを、えー、もう少し会うことによって、えー コミュニケーションを高めていけないかっていったところに、えー、社内イベントとしてつなげていったりっていったふうにですね、本当に何気ない一言、こういったことをしたいんだっていう、 えー、手さえあげれば、そこに対してすごく協力してくださる方って社内にいっぱいいるんだなっていうのを実感してですね、それがすごく嬉しくて、なんかこういったことは、あの学生さんにはたくさんお伝えさせていただいていますし、日々仕事の中でも、こう、最近国有本を出したりも、あの、してるんですけども、なんかそういったところも社員がこういうふうにみんなに伝えていきたいっていったところの意識からも、えー、出ているのかなっていうふうに思っております。 ありがとうございます。やはり、御社と聞くと、この大手のメーカーさんという,うなところで、社内もどちらかというと、真面目で、あの、うん、なんか聞き方が多いのかなというふうに思っておったんですけども、まあ、やりたいと思えば手を挙げて、どんどんやらせてくれる社風があるといううなところは意外でした。ありがとうございます。ありがとうございます。では、どんどんいきたいと思います。たくさん、あ,ありがとうございます。えっとですね、空間デザイン領域のところに関するご質問をいただいております。えっと 今まで,です、まあ、空間を作ることを売りにしている企業さんも近年増えているようにあの感じているというふうな話がありましてその中でもその御社がその領域の中でも生き抜いていくというか、まあ、と他社さんと比べて強みみたいなところってどういうところがありますかというふうなご質問をいただいておりますがこちらいかがでしょうか。 ありがとうございます。そうですね。まあ、その空間一つにとっても、本当様々な、あのー、アプローチの仕方があるのかなっていうふうに思ってまして、まあ、そのハードの部分でいくと、こ家は内装設計といったところになるのかなと思うのですが、まあ、そういった空間自体を作るだけではなくて、えー、先ほどもお伝えさせていただいた働き方の提案であったりとか、まあ、その会社にとってどういう働き方がいいのか、どういった、じゃあその働き方って空間で、えー 解決することが実現することができるのかであったりとかのソフト面のところもあのしっかりこう国用として、えー 価値考えさせてていいいたただきたいなっていう,ふうに思っておりますそのために、じゃあ、こんなことしたらいいと思いますよっていう、その提案の部分をですね、じゃあ、どう考えていくのかとなった時に、私たちはこう良さそうだなっていう空想の提案ではなくて、自分たちで実験をして、本当に良かったものだけを皆さんにこうお伝えしていきたいと思っております。それが社内であのよく言われているのが、実験カルチャーっていう言葉になるんですけども、ザ・キャンパスも一つそうです。いろんな発 働き方を今、ザキャンパスの中でしていまして、日々日々ですね、オフィスの中身が結構変わったりしています。運用の仕方も、例えば、ここは新入社員と、その新入社員に、えっと、ついているチューターの人だけが座って、コミュニケーションであったりとか、気軽に話を聞ける。えー エリアとしようみたいな感じでですね、そのオフィス一つの中、オフィス一つにあたっても様々なエリアでいろんな運用の仕方っていうのを日々日々実験していきながら、あ、これすごく良かったね。あ、これってこういった結果が見られたねっていったところを研究していって、お客さんにお伝えして提案の中に入れさせていただいたりしているので、なんかそういったところは国用としての強みの一つとして言えるのかなと思っております。あ,ありがとうございます。それでは、 残りのお時間も少なくなってきた最後の一つだけの質問にしたいと思いますどです、ね、あありがとうございます、えっと建築系の採用ではえっと一商と施工管理を別々で採用されるのでしょうかって言ったところも来ておりますがこちらはいかがでしょうかはいありがとうございますそうですねそちらは別々であのご希望いただく方でって言ったところの選考をさせていただいております。あ ままましたありがとうございますすみません、それではですね、もう早くもお時間が来てしまいまして、名残惜しいのですが、質問のですね、Q&A セッションをこちらで終了としたいと思います。学生の皆さんあの、たくさんご質問いただいていて、僕の方もですね、まだまだ取り上げられているない質問もたくさんあるので、ぜひそういった方はですね、これからあの告知いただけるかと思いますが、インターンシップであったりだとか、あとは国有様の企業説明会でですね、たくさん質問いただければあの、回答いただけるかと思うので、皆さんぜひぜひですね、どしどしご参考よろしくお願いいたします。はい、それではですね、改めて、 あの本日、短いあのお時間ではございましたが、本日で、でブルーステージは国王の山口様にお越しをいただいております。ぜひですね山口様から最後に学生さんへのひと言メッセージというふうなところと、あとはもう一回、インターシップの告知ともしていただけるんですかね。 はい、ありがとうございます。先に、じゃあ、インターンの告知からさせていただければなと、はい、いいはい、ありがとうございます。では、もう一度だけあの画面投影させていただきます。はい、先ほどと同じものにはなるのですが、え今年の12月にですね、国用え事務系コースでは、インターンシップ、空間提案営業といったところを実践型で3日間やっていきたいと思っております。この空間提案営業は、先ほどの事業でいくと、ファニチャー事業といったところですね、えそこの事業の営業、コンサルティング営業を皆さん 単に実践型で体験いただけるそんな時間をご提供していきたいと思っておりますのでもし興味持っていただけた方は右側の QR コードからぜひ国用のインターンサイトへ飛んでいただいてマイページの登録からしていただきたいと思っております、はい、で、そんなインターンシップなんですけどもまあ、国用について知っていただくっていうのはもちろんなんですがそれだけではなくて先ほどもちらっとね言ったんですけども ここのこの。 自分の働くを考えるためにインターンシップは参加していただきたいなと思ってまして、なんかインターンに参加できたから満足ではなくて、それらの経験を通じて、あ自分ってこんなことしたいんだなとかあ、これはもしかしたら合わないかもしれないなっていった今後の長いキャリアを考えるための材料集めの場としていただきたいと思っております。だからこそ私たちもですね、そういったことを持ち帰っていただけるような部分をですね、えー、あの3日間の中に詰め込みたいと思っているので、 悩んで悩んでまだまだ悩みまくるみたいな時間が多分3日間のうちに結構あるんじゃないかと思います。だけどそういったところの経験を通じておそらく皆さんにもあのあ参加してこんなことが分かったなっていったところの、えー、とご経験持ち帰っていただけると思いますのでもし、えー、興味を持っていただけた方はぜひインターンの方をご参加いただきたいと思っております。書類選考の締め切りがありましてそこの締め切りが11月の14日になっております。あと2週間程度ですね。 ですね、えー、ありますがあのここの締め切り原種になっておりますのでちょっと余裕を持っていただきながら、えー、興味を持っていたいけます。 興味持っていただけた方は、マイページ登録からぜひお願いいたします。また、他にも、え、卒採用のインスタグラムやっておりますので、そこから様々な情報を手に入れていただけますし、え、事務系コース以外にもエンジニアコース、技術系のエンジニアコースが今年の冬1で、え、インターンシップやっていきますので、そちらももし興味ある方は、同じインターンサイトから、え、見てみてください。いった形でちょっと宣伝もさせていただきつつ、はい、残りお時間もす となってしまったと思うので。 最後、えー、メッセージだけお伝えさせていただきたいなと思っております。あの、本当に今日はですね、あの、皆さんたくさん質問してくださってありがとうございました。本当は全部お答えしたいなというふうに思ったんですけども、あの、時間の都合上できず申し訳ありません。あの、皆さんからいろいろいただいた質問には、今後またどこかの機会で、えー、お答えできたらいいなというふうに思っておりますので、えー、国用にもし興味持っていただけた方は、まずマイページ登録っていたところからしていただけると、えー、今後のイベントであったりとかも必ずご案内させていただけるかなっていうふうに思います。 に思っております。はいで、就職活動っていたところも。 あのかなりね、早くから行動されている方もいれば、これから行動するっていう方も様々いると思うんですけども、ずっと全力でやっていると絶対に疲れちゃうので、まあ、仕事と一緒ですね、仕事を毎日全力でやっていると本当に疲れてしまいますので、時には、えー、他の課外,事課外活動であったりとか、部活やサークル、勉強みたいなところにも力を入れていくことが、えー、そこの経験がそれこそ再面接の場面でこう、エピソードとして役に立ったりとか、生きてきたりっていったところもあると思いますので、 なんかさまなこと今だからできることっていったところをえ幅広く目を向けて、えー、経験していただけるととってもいいのかなと思っております大変なこともあると思いますが引き続き応援していますので頑張ってください本日はありがとうございましたありがとうございました今ですねあの YouTube のチャット欄の方にもあのインターンシップのですねあの チェックの URL の方も流れているので皆さん忘れないうちにぜひあの登録の方をよろしくお願いいたします。改めてえっ、ー、と本日第2タームブルーステージは国友の山口様にお越しをいただきました。この後ですね第3タームでは、えー、と楽天グループ様があのご登壇になります。皆さんチャンネルぜひそのままでよろしくお願いいたします。改めて本日は山口様ありがとうございました。ありがとうございました。